今回はアウトドア好きの僕が2019年買って良かったものをベスト5を紹介していきたいと思います。ではまず第5位、じゃがじゃん、酒、ウイスキー、これマッカラン12年。いや私ね、アウトドアの中でもやっぱりキャンプが大好きで、まあよく行くんですけども、その中でもこれお酒をね毎回持っていくんですよ。これ今年よく持ってってたんですけども、僕いつもこうお酒をねサイトにこういろんな多種多様のお酒を持ってって彩るんですけども、その中でも、まあ、マッカランこの12年は毎回もうスタメン入りしてて本当によく飲んでたんですけども、それよくよくよく考えるとなんでかなって自分の中でも考えた時に、よく焚き火を最後にずっとしてこう散るタイムみたいに入るんですけども、もう昔はねほんとずっとビールとかをずっと飲んでたんだけど、この年になるともうお腹がいっぱいになってもう全然飲めないんで、ウイスキーもこう味わえるものをずっともう焚き火見ながらちょび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 飲んでいい世界に入るんですよね。もうその時に欠かせなかったのがマッカラン12年、もうお世話になりました。それでは第4位、ジャカジャン、キーナイスの卓上扇風機なんですけども、まあ夏にすごい使ったんですよ。特にね僕ね、フジロックに5日間7月の末に行ってきたんですけども、まあ暑かったんすよ。その間にもねこいつがすごい重宝して、テント内ってすごい暑くなるんですけども、その間ずっとこう卓上の扇風機をこう顔に浴びて涼をとってたんですよ。これなんといってもね、こんなにちっちゃいのに風量がすごい強くて、見ててくださいこれ、おおすごいでしょ、待って見てて、ほわーい、そんなに飛ばなかったけどね。でもねこれ本当にね体感してわかるんだけど、すごいね風があって、これ最大の風量で最大5時間でね、風量をね3つに絞れるんだけど、この最小で25時間持つんですよ。フジロックでもすごいお世話になったんだけど、家にいる時にちっちゃいから俺これ枕元のベッドのこの枕元とかにこうやって置いといて、もう最小のそよ風を寝苦しい時とかにこれ使って、もう量を取ってたら、もううちの猫のお餅がこれペン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 する、もうそれもいい思い出です。キーナイスの扇風機、今2019年12月現在2980円、めちゃくちゃお手頃でしょ。第3位こちらです、 WAQ ワック、これね国産のねメーカーなんですけど、何かわかんないでしょ、開けてみますよ。これね LED ランタンなんですよ。これねめちゃくちゃ良くて、またね色もいいでしょ。なんといっても明るい、もうこれメインランタンとしても全然使えるぐらい1000ルーメンあるんだよね。これね4段階に調光ができるものなんですけども、これね室内だからちょっと分かりにくいかもしれないけど、外だとめちゃくちゃ明るくて、灯油ランタン使うんですけど、こいつを持ち始めてからもうこればっか使っちゃうようになっちゃって、でこれね電源ボタン長押しすると白色の色にも変えれるっていうので、まあ、シーンを選んで色を選べるっていうところもまたいいポイントで、でしかもねこれねなんと充電器にもなるんですよ。1000ミリアンペアアワーのパワーがあるから、 iPhone とかだと2回から3回ぐらいかな、まあ、充電もできるっていう優れもので本当に重宝したね。でねこれねこのさっき入ってたカバーもちゃんと頑丈でいいものだし、 USB ケーブルも付属されてる、でなんかおしゃれなカラビナもなぜか2個入ってるっていうね。この LED ランタンねキャンプにね毎回持って行っていたんですけども、何がいいってね暖色と寒色をこう選べるっていうのが、普段は暖色でこう雰囲気を出して使ってたんだけど、バーベキューだったりフライパンで肉を焼く時とかに暖色だとちょっと焼け具合が分かんなかったりして、そういう時にこう色味を調整して肉が焼けてるかとかも確認できるっていうのがまたいいところなんだよね。この WAQ の LED ランタン2019年12月現在9990円、めちゃくちゃ優れものです。第2位、ハイランダーのコットなんですけど、開いて出していきましょうか。これね、なんといってもね足部分がねめちゃくちゃつけやすいんですよ。こう当てがってもらって、これをねいくよ、ちょっとやるだけ、
握るぐらいでもいい、握力だけでもいけるぐらいな感じで取り付けができるんだよね。女性でもね、十分に組み立てができるコットになってます。もうこれね、張りがめちゃくちゃいいんだよね。腰痛持ちなんだけど、割とねキャンプで柔らかいコットとか床の地面とかで寝てると、次の日めちゃくちゃ腰が痛くなったりして、次の日動けないなんてこともあるんだけど、これね張りの具合もちょうどよくて、次の日にあー腰痛くて寝れないとか、もう朝起きれないなんてこともなくて、でしかもこれね、こんなにいいコットなんだけど、畳むとすごいコンパクトになるし、積載の負担にもね全然かからなくてね、本当に優れものでした。で、このね、ハイランダーの軽量アルミローコット、1万180円。めちゃくちゃお買い得です。第1位の発表です。なんと第1位は、これです。わかりました。家なんです。家なんです。私、2019年家建てちゃったんですけども、それのテーマとして、猫と暮らす平屋を掲げて家を建てていったんですけども、例えばですね、アイネコのお持ちのトンネルだとか、で我が家平屋なんですけど、吹き抜けを作りまして、これがね開放感もすごい出してくれて、もうありがたかったんですけども、それ以上にお持ちがこの吹き抜けの梁の上をスーもうそこら中もね猫カフェ、うち猫カフェみたいになっちゃってるから、お持ち的にもそのストレス軽減にもなるし、僕ら的にもハートウォーミングっすよ。ハートウォーミングする家ができたかなって思ってて、でその他にも妻とこういろいろとこう揉めたわけです。でその中でも僕のこだわりが 2% だけ入ることができたんですけど、もうそれがね、このアウトドアストッカー、これね土間になってまして、土足でも行けるんですけど、ここに僕の大好きなアウトドアのキャンプ用品だったりスノボー用品、そこら辺をありとあらゆる僕の趣味のものをこう敷き詰めて、なおかつそこの棚にお酒を挟み込むように置いたわけです。右見りゃ日本酒、左見りゃウイスキー、ここでねもう好きなものに囲まれながら飲むウイスキーがめちゃくちゃうまいの。これもねこの家を建ててよかったなって思えるとこですし、なおかつねリビングもね結構広めにとって、僕結構人をいっぱい呼んでパーティーすることが多いんですけども、みんなが来た時にキッチンからみんながワイワイやってる姿を見るのもまたなんか幸せをもらえるというか、それもまた良かったなっていうところと、このリビングから外にウッドデッキがこう続いてるんですけど、なおかつそのまま庭に出れるんですけど、もうこれねもうキャンプ場、もうキャンプ場みたいな家っていうのもまた僕の第二のテーマでもあって、もうそれも叶えることができて、僕のキャンプ場に呼んでるっていうようなイメージができる感じで、もうとてもとてもいい家ができたなと思っております。2020年もいいもの買うぜ。バイバイ。